この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は3日間で絵が上手くなる方法というテーマでお送りしていきたいと思います。僕は以前3ヶ月上達法、1日上達法という動画を出しました。2つともすごく効果の高い練習法で、実践して成果をどんどん出されている方からのご報告日々いただいております。ただね、同時にこんな意見もあります。いやいや、効果があるのはわかるんだけどさ、辛すぎるよ。それにそんな練習法を試すにも時間がないんだよね。もっと時間をかけずに効率的に練習する方法ってないのかな。いや、あのですね、言っておきますが、僕が持っている情報は全て包み隠さず皆さんにお伝えしています。もしそんな情報僕が持っていたら、すでに皆さんにお伝えしているはずですよ。今さらそんな新しい情報なんてあるわけ？ありました。いや、ごめんなさい、一番効果的な方法をお伝えし忘れてました。以前の練習法は毒薬、劇薬とか言いましたが、今回お伝えする方法はですね、薬に例えるなら漢方薬、効果的なのに体にも優しい方法です。安心してお試しくださいね。それじゃあもったいぶらずに、その方法早速お伝えしちゃいます。3日間上達法のやり方、それは一言で言うとポージングをたくさん書くこと、これです。は？それだけ？そんなのいつもやってるんですけど。と思ったあなた、それ完全に間違ってますよ。いいですか、一口にポージングの練習といっても効果の高い方法とそうじゃない方法があるんですよ。そして今回お伝えするのは当然効果の高い方法です。絵を描いてもなんだかいつも平面的な絵になっちゃうんだよね。立体的で見応えのあるイラストが描きたい、キャラクターが本当にそこにいるような、描いた後で自分でめでられるようなイラストが描けるようになりたいよ。そんな風に一度でも思ったことがある方、今回の動画必見ですよ。この動画を見ていただくことで、キャラクターを生き生きと立体的に描きたいのにどうしてもそう描けないという歯がゆい状態を払拭して、え、これ私が描いたキャラクターなの、なんだかそこにいるみたい、絵を描くのが楽しい、そんな気持ちになっていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それと今回の上達法では2つほど必要な道具があります。その道具についてもこの動画中にご紹介していきますが、特にメモする必要はありません。必要な道具については概要欄に URL を貼っておきますので、後でそこからチェックしていただけます。それでは早速始めていきましょう。1日目、全身イラストを描こう。まずはですね、とにもかくにも絵を描いてみないと始まらないので、今回の練習法で起点となる絵を描いていきます。といっても1日目は時間にしたら比較的すぐに終わると思います。具体的に何を描いていくのかというと、キャラクターの全身イラストです。例えばこれは実際に僕が以前に描いた絵なのですが、こんな感じの全身が入っている絵を描いてみてください。どんなキャラクターを描けばいいのかですけど、これはですね、自由です。自分が考えたキャラクターでもいいですし、好きな漫画やアニメの二次創作でもいいです。とにかく自分がうまく描きたいと思っているキャラクターのイラストを描いてみてください。今回のポイントは全身を描くことです。トリミングとかは一切しないでください。立ち絵のポーズだったり、あるいは全身の動きがある絵、とにかくキャラクターの全身が入ったイラストを描くのがポイントです。以前の動画で僕はキャラクターのイラストをうまく見せたいなら積極的にトリミングをしていこうと言いましたが、それってどういう意味かというと、下手くそなところは隠せという意味なんですよ。一番描きたいところだけに力を入れて描いて、後のあまり見せたくない部分を画面外に逃がしてあげる、隠すことによって絵をうまく見せちゃおうというのがトリミングの効果の一つとしてあるんですけど、今回はですね、それをしません。むしろ自分の下手くそな部分を浮かび上がらせ、それを自分で認識できるような形にすることがこの練習法の狙いの一つです。今回はごまかし一切なしでいっちゃいます。なのでちょっと最初はね、うまく描けないって辛く感じちゃう人もいるかもしれませんが、そこは我慢してください。むしろ辛さを感じたらラッキーです。この練習法をすることでその辛さが裏返って快感に変化しちゃいますよ。楽しみにしておいてくださいね。はい、1日目はたったこれだけですね。簡単でしょ。でもね、この工程はこの練習法において非常に大切な工程です。この動画を見た後だと
ついですね、この1日目をはしょって2日目から始めたくなっちゃうかもしれませんが、そこは我慢です。ここは絶対にはしょらないようにしてください。じゃないとこの練習法の効果は半減してしまいます。そこだけ注意してくださいね。2日目前半、一連の動きを書く。さて、この練習法の一番の頑張りどころ、2日目がスタートしました。ここでどれだけ真剣に頑張れるかで結果がすごく変わってきます。大事なのは長い時間練習することではありません。とにかく短い時間でもいいので集中することです。書くことももちろんそうですが、2日目に大事なのは見ること、観察することに全神経を傾けて、目から得た情報全てをキャッチするような心持ちでね、挑んでください。いきますよ。2日目は前半と後半に分けて練習します。前半は何をするのかというとこれです。アクションポーズ集、これを見ながらポージングの練習をしていきます。これが実際に僕が描いた練習のイラストですね。本で紹介されている一連の動作をこんな風に並べて絵に起こしていきます。ここで大事なのは一連の動作を並べて描いていくというところにあります。あ、このポーズかっこいい、あ、こっちのポーズもかっこいいっていう風にね、いろいろなポーズを飛び飛びで描いていくのではなくて、一連の動作を並べて描いていく、これが重要になってきます。それともう一つポイントなのが、こんな風にワイヤーフレームを描いていくこと、これによってこういう断面の形を理解しながら描いていくことができるんです。これをすると慣れていないと最初はかなり頭が疲れて痛くなるかもしれないんですが、今自分はどういう立体を描いているのか強烈に意識しながら描いていくことで、この練習法の効果は何倍にも高まります。ここが大事ですので、ぜひ一踏ん張り頑張っていきましょう。もしね、そんな難しいポーズいきなり描けないよという方は、こんな風に初めは棒人間だけを描いていくのもおすすめです。しっかりポーズを観察しながら、こんな風に棒とあと関節部分に丸を描きます。それをつなげていってですね、こんな風に棒人間を描いていきましょう。そしたらそれができたその後でこんな風に肉を足していきます。いきなりはできないという方でも、こういう段階を踏んでいくことで動きがある絵を無理なく描くことができます。ぜひチャレンジしてみてください。ただここまで聞いてこう思う人もいるかもしれません。一連の動作じゃなくていろんなポーズが練習したいなって。もちろんですね、いろんなポーズを手当たり次第に練習していくのもポージングの引き出しを増やすという意味においては非常に効果的な練習法なんですけど、今回の目的はそうじゃありません。一連の動作を練習することで、腕の微妙な傾きや足の傾き、胴体の傾きをどんな風に傾けたらどのように印象が変わっていくのかを体を通して理解するのが今回の目的なんですね。そして絵の上達にはそういった体の比率を理解しながら描いていくのも重要なポイントなんですが、その感覚をね、この練習を通して自分の脳に情報として蓄積していくことができるんですよ。それとかっこいいイメージを同時にインプットできるのもこういった本を参考にするメリットの一つです。いくらいろいろな角度から絵が描けるようになったとしても、そもそもの前提条件として頭の中にかっこいいイメージそのものがないと、そもそもかっこよく描けません。そこでこういう本の出番です。こういった写真集はかっこいいポーズやかわいいポーズ厳選して掲載してあるので、基本どのポーズを選んでもかっこいいんですよ。それに出演しているモデルさんもすごくかっこいい体つきをされている方ばかりなので、その点ですごく参考になるんですね。ここでかっこいいイメージの土台を作っておくことで、ちょっとこのポーズは本に載っていないから自分で写真を撮って参考にしようといった時でも、自分の写真を参考にしつつも理想的なプロポーションに修正しながらイラストを描いていくといったことが自然にできるようになっていきます。そういった意味でまずはこういった本を参考にして描いてみるというのが土台作りとしては重要なんです。2日目後半、フィギュアをいろいろな角度から描く。2日目の後半はこれ、可動フィギュアを使った練習法です。さっき描いたポーズの中からこれかっこよかったというポーズを選んでですね、このフィギュアにそのポーズを撮らせましょう。そしてそのポーズをいろいろな角度から
描いてみます。これが実際に僕が練習で描いた絵ですね。さっき本を見て描いた時のように、ここでもこんな風にワイヤーフレームを描いていくといいでしょう。こうすることでさらに立体を意識しながら絵を描くことができます。このフィギュアの練習をしていく中で、あなたはおそらくこう感じるかもしれません。さっきのアクション写真集で得たかっこよさのイメージがなんだかより深まっていくような感覚がするなって、そう感じたならこの練習大成功です。なぜならさっきの本を見ながらの練習はかっこいい体の動き、そして比率を頭にインプットしていく練習でしたが、後半ではそれをより立体的に意識して3次元的に捉える練習だからです。この練習をすることで一面的な捉え方ではなくて、なぜそのポーズをかっこいいと思って、どこがかっこいいと思えるポイントなのかがより立体的に理解でき、どうやったらそのかっこよさを表現できるのかが自分の中で整理されている感覚が味わえると思います。つまり練習を練習だけで終わらせずに、自分の作品に落とし込む際にも再現性をアップさせることができるようになっちゃうんですね。この練習をする際にポイントなのが、そこまで緻密に書き込まなくてもいいということです。今回意識したいポイントはあくまでかっこいい立体感ですので、その他の情報、例えば顔の表情だったり髪型、筋肉の細かい隆起や陰影などは余裕があったら描いても構いませんが、そこはあまり重要視しなくて平気です。あくまで大事にしてほしいのは全体のシルエット、人体の比率、そしてワイヤーフレームを描くことで立体感を意識することです。あくまでここに集中するようにしてください。それとこれはさっきの本を見ながらやる練習の時にもそうなのですが、写真を透かして描くトレースはしないようにしてください。なぜならこの練習はかっこいいイメージをあなたの脳に覚え込ませることが一番の目的なんですが、それにはとにかく観察すること、これが非常に大事です。ですがトレースすることは観察力は必要ありませんので、ここでトレースをしてしまうと全く意味のない作業になってしまうからです。そこは注意してくださいね。そして今紹介した本フィギュアについてはですね、後ほど改めて紹介しますので心配いりません。このまま先に進みましょう。この練習法はですね、結構2日目がきついといえばきついんですけど、3日目はですね、言うならばご褒美です。ここはですねめちゃくちゃ楽しい部分です。なぜならここはあなたの頑張りの成果、ついた力を実感できるパートだからです。3日目、1日目の絵をもう一度描こう。3日目の練習、それはですね1日目の絵をもう一度描いてみることです。さっきのこのイラスト、1日目で描いてみたイラストがありますよね。これを横に置いてですね、そのまんまのポーズでもう一度描いてみましょう。さあ2日目の練習でつけたあなたの力、見せどころですよ。ポイントは2日目で実践した一連の動きを描くことで得たかっこいいイメージだったり、フィギュアを使って培った立体感覚、具体的にはこう腕を単純に下に下げているようなポーズであっても、この腕の楕円を少しだけ傾けてあげることによって前後に対しての奥行きを表現できるということ、あなたは2日目の練習で掴んだはずです。2日目で掴んだその立体感覚をフル動員してですね、もう一度改めて1日目にあなたが描いた絵眺めてみてください。何この絵、体の傾きとか腕の傾きとかかっこいい比率とか全然意識できてないじゃん、なんか下手くそに見えるなぁなんて思えたはずです。でもどうでしょう、今の言葉だけを聞くとすごくネガティブな感情に思えるかもしれませんが、その実どうです、今めちゃくちゃワクワクしてませんでしたか。なぜならですね、あなたにはもう今感じたネガティブな問題点すべてひっくり返すだけの力が備わってしまったからですよ。2日目を乗り越えたあなたは、こう書けばもっと上手く見えるじゃん、ああここの傾きをもっと意識すれば立体的に見えるのに、といった解決策まで同時に頭に浮かんだはずです。だから今ニヤニヤしたんじゃないですか。今です、あなたが掴んだその力、一気に解放してください。今のあなたは1日目のあなたとはもう別人です。2日目に培った感覚を1日目のあなたに教えてあげる
ようなイメージで、そのイラストをよりかっこよく魅力的に描き直してみてください。はい、こちらがですね、僕が実際に描いた練習の絵ですね。こんな風に立体、傾き、比率を意識しただけでね、絵に含まれる情報は飛躍的にアップしてすごくうまく見えます。できればですね、1日目と3日目の絵並べて比較してですね、どう意識を変化させて描いたのか具体的にメモしてみると、練習の効果がさらに倍増すると思います。例えば完全に正面から描くのではなくて、少しカメラを俯瞰気味に捉えることによって立体感を強調できるとか、具体的に意識したことを描いてみるんです。そうすることで次にも活かすことができるノウハウがどんどん蓄積され、確実にあなたのイラストの上達につながっていくことでしょう。3日間練習法のメリット。メリット1、時間がなくてもできる。さて、ここまでお疲れ様でした。最後に簡単ですが、この3日間練習法のメリットは大きく分けて3つあります。この練習法のいいところは、1日の練習時間が少なくて済むというところです。以前紹介した1日上達法は、1日のうちに13時間練習しないと効果を実感しにくい練習法でしたが、この練習法は1日1時間程度でも十分に効果が出ます。なので、時間がない人や仕事が終わって疲れただけど最後の余力で1時間だけみたいな時にも実践できる練習法なんです。もちろんもっと多く練習すればより効果は出ますし、なんなら全ての工程を1日でやってしまうようなマッチョなやり方をしても構いません。それでも効果は感じられると思うんですが、この練習法の肝は逆に一気にやらずに3日間に分けてゆっくりと行うことなんです。どういうことかというと、脳は寝ている間に情報を整理してくれるからですね。特に2日目と3日目は1日空けることによってより効果を高めることができます。なぜかというと、寝ている間に2日目で蓄積された情報、そして蓄積された記憶が頭の中で整理され、そして定着するからです。あるアメリカの科学誌で発表されたデータによると、頭の中に大量に入ってきた情報は一旦一時保管庫に収納されますが、その記憶は短期記憶としてすぐに失われてしまうそうです。長く記憶に留めておくには、短期記憶を長期記憶の領域に移し替える必要があるそうですが、長期記憶の領域に記憶を移し替えるには睡眠が大事だそうです。十分に睡眠をとり、そして日をまたいでもう一度取り入れた情報を思い出してみること、そうすることによって脳は、これは重要な情報だ、だから長期的に記憶するべきだと判断し、得た情報を長期記憶として定着することができる。つまり練習をさらに効果的なものにすることができるというわけなんです。この練習は一気にやるよりもむしろゆっくり時間をかけてやった方がいいかもしれませんね。メリット2、いろんな絵柄に応用が効く。ただここまで聞いてこう思う人もいるかもしれません。私は平面的な絵を目指しているから関係ないもんって。でもその考え方はもったいないです。なぜならその考え方では同じポーズから1枚の絵しか生み出せないからですね。立体的に絵が描けるというのは、たとえ結果的に平面的な絵を描くような人であっても心強い武器になります。なぜならいろいろな角度から絵が描ける能力があれば、同じポーズからでも無限にイメージを作り出すことができちゃうからです。一つのポーズをいろんな角度から、もしくは少し角度をずらして描けるようになることで、得られるイメージの広がりは無限大。あらゆる角度から魅力的なポーズを描けることで、あなたの表現の幅は一気に広がることでしょう。それにこの練習法のいいところは、まさにいろいろな絵柄に応用が効くところにあります。3ヶ月上達法ではお手本を一人に絞ろうと言いましたが、この練習法はお手本を探す必要がありません。なので今のあなたの絵柄のままで取り入れることができる、そういった部分でも気軽に取り入れることができる練習法と言えると思います。メリット3、自分の限界を超えられる。この図を見てください。これは1日上達法の効果を表した図です。1日上達法では、この今の自分の限界ライン、知識のラインに対して技術のラインを追いつかせる。これによって今の自分のマックスの実力を引き出すやり方として紹介しました。ですが、これにはある欠点があります。そうです。1日上達法では、この知識のライン、ここはこれ以上上に引き上げることはできないんですね。ですが、この3日間練習法が優れている点
点はこの今の自分の限界点、知識のラインをですね短期間にググッと上に引き上げることができるということです。確かに今回紹介した方法、1日1時間でいいよってね結構気軽な感じで紹介したんですが、その効果は決してバカにできません。1回1回の効果はおそらく微々たるものかもしれませんが、徐々に徐々にその効果は確実に蓄積されていき、気づいたらあれ？なんで私こんなに立体的に絵が描けるようになってるんだろうと知らず知らずのうちに高みに到達している、そんな無理せずに成長するための方法なんです。徐々にですが確実に効く、そうまさに漢方薬のような練習法なんですね。最近成長が感じられないと思っている方、自分には才能ないんだと諦めている方、その理由の一つはあなた自身が自分の成長を感じられていないところにあります。ですが大丈夫、この練習法をすることでその効果は確実にあなたの中に積み上がります。そして何度か3日間練習法を繰り返すことで、さらにあなたの重ねた努力はあなたの血となり肉となり、そして確実に成果に結びついていくことと思います。そしてある時あなたは人に言われてこの練習法の真の効果を実感することでしょう。なんだか君の描くキャラクターすごく生き生きしてるよね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。最後に今回紹介した練習2日目に使用した商品を紹介しますね。2日目前半で使用したのはこちら、瞬間アクションポーズ01女子高生アクション、そして瞬間アクションポーズ02バディアクション編です。ちょっとね裸に近い画像が含まれているのでモザイクをかけていますが、特に性的なニュアンスは含まれない本ですので安心して大丈夫です。一人のポーズだけではなく二人の掛け合いなど、実際に自分では撮ることが困難なポーズもたくさん含まれている内容ですので、アクションシーンを描きたい場合なんかも参考になる本だと思います。そして2日目後半に使用したフィギュアがこちらですね。おすすめは SH フィギュアアーツボディくんボディちゃんワイヤーフレームバージョンです。これ以前も紹介したんですけど、シリーズの中ではこれが比較的安く手に入ります。ただちょっと発売日が2021年の4月30日ですので待ちきれないという方はですね、ちょっと高くなってしまいますが、こちらデラックスセット2がいいかもしれません。その他 Amazon で検索するといろいろな可動フィギュアが出てきますので、自分の好みのプロポーションに合わせて検討してみてください。ただ一点注意なのは、こういったよく見るデッサン用の木製人形はプロポーションがあまり良くないのと、あとは可動域が狭いですのであまりおすすめはしません。ここは注意してくださいね。それと今回の練習法は時間がない時にも試せる方法として紹介しましたが、当然練習時間を長く取ればそれだけ効果も上がりやすくなります。動画中に紹介した3ヶ月上達法や1日上達法の中に組み込んで併用することによって効果が倍増することも期待できます。まあ、こちらについてはねとても大変な練習法ではあるので全員に対しておすすめできるような方法ではないですが、もし興味がある方はこちらの動画も合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。